ないです、ないです、ないです。はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、珍しくテナーサックスのね、話をしていきたいと思うんですけれども、もちろんですね、このチャンネルではね、このマウスピースのことを語るのが大好きなのでですね、今日もマウスピースのことを語りたいと思うんですけど、はい、これ見てくださいね、このメタルマウスピースですね。これテナーの方だったら結構使ってる方いらっしゃると思うんですけれども、オットリンクですね。で、開きは7スターかな。なんですけれども、こういったことについて今日は語っていきたいんですけれども、皆さんね、どんなマウスピース使ってますでしょうか。おそらくこのオットリンクに関わらずですね、こういったメタルのマウスピース使ってる人はいっぱいいると思うんですよ。で、テナーサックスっていうのはですね、僕が過去に見てきた感じで言うとですね、アルトサックスよりもこのメタルマウスピースを使ってる方々が圧倒的にアルトよりも割合が多い気がするんですよね。多分これね、間違いじゃないと思うんですよ。多くの人がメタルマピを使っているということでですね、今日はそのあたりについて若干語っていきたいんですけれども、はい、じゃあですね、まず結論から言いますとね、僕は何を使っているかというと、メタルマウスピースじゃなくてこのエボナイトのね、マウスピースを使ってますと。で、今日はね、そのあたりについてちょっと語っていきましょう。はい、じゃあまず一番初めにですね、僕がそのそのサックス奏者にですね、メタルマウスピースを、使っている方々と話すとですね、結構僕こういう質問をするんですよ。どうしてそのマウスピース使ってんですかっていう話をするんですけれども、多くの人がですね、実はその返答の中でですね、このエボナイトよりですね、メタルマウスピースの方がきらびやかな音がするからとかですね、あとはメタルマウスピースの方が音が大きいからみたいな、出力が大きいからみたいな返答をする方が、まあ、結構いるんですよね。本当ですかそれっていうのがね、今日の話なんですけれども、まさにその通りで、本当ですかそれっていう話なんですよね。もちろんこのメタルマウスピースってね、見かけがメタルじゃないですか。っていうか、まあメタル製なのでね、なので、きらびやかな金属音というか、このキャーンというそのきらびやかな音がするというふうに思われてる方がいっぱいいるんですね。なんですけれども、まあ、僕がもうこれはもう 100% 正解だとして言えることはですね、このメタルマウスピースだからといってきらびやかな音が出るってことはないです。これだけはもう確実に言い切れます。じゃあ、エボナイトの方がじゃあきらびやかなのかっていうと、それも間違いでですね、その要素、なぜその音がきらびやかになるかっていうのはですね、ものすごい理由がたくさんあるんですけど、例えばこのバッフルの高さとかね、そういうのがあるんですけれども、なので、とりあえず、その、盲信的にですね、メタルマウスピースの方がなんとなくきらびやかな音が出そうだから、みたいな風に考えるのは、おそらく間違いだと思うので、まずそこをね、考えるのがいいんじゃないかなと思います。そして2個目ですね、先ほど言った、メタルマウスピースの方が、この、エボナイトのマウスピースよりも大きな音が出る、そして出力がこうバーンというね、大きな大出力で出るっていうのもですね、これも間違いです。これ確実な間違いで、でもちろん先ほど申しましたように、このバッフルの大きさとかね、いろんな要素があるんですよ。もしくはこの開きのね、広さとかいろいろのがあるので、一緒くたにですね、メタルマウスピースだからこう、それから、エボナイトだからこうっていうふうには言えないっていうのを、まず頭の中に入れておく必要があると思います。Like and subscribe! で、テナーサックス弾いてる多くの方がこのメタルマッピを使ってる方が多いというふうに僕言ったんですけれども、それね、おそらく理由が結構あると思うんですね。で、僕的に分析したのはこういうことじゃないかなと思うんですよ。で、僕はアルト奏者なので、普段はライブとかではアルトを弾くんですけれども、レコーディングとかではもちろんテナーも弾くんですけれども、それで、そのアルトサックスとテナーサックスを比べたときにですね、このメタルマウスピースとか、このエボナイトマウスピース、それから開き、それからこのバッフルの高さっていうのがですね、アルトサックスに比べてテナーの方が若干その差が分かりづらいっていう部分があると思うんですよね。例えば、このメタルマウスピースをじゃあ今から弾きますけれども、その音っていうのが、そのエボナイトとさほど変わらないような響き、アルトと比べてですよ。アルトと比べて若干そういう部分があるんですよね。
なんか普通に弾いた時もですね、この例えば今の同じのをこうあのエボナイトでやったとしてもね、さほど差が感じられないと思うんですね。いわゆるアルトだとものすごい差が出るんですけれども、でここで僕が言いたいのは何かというとですね、本来このメタルマウスピースっていうのはですね、あのエボナイトに比べてコントロールが難しいはずなんですよ。なぜかというと、それが理由がね、あの大きく分けていくつかあるんですけども、一番分かりやすいのを言うとですね、ここがこう薄っぺらいんですよね、若干ね。なのでこう口に入れた時にですね、この口の形がこう小さくなっちゃうんですよね。なのでその唇のコントロールとかが非常にこのメタルマウスピースの方が難しいはずなんですよ。圧倒的に難しいはずなんですね。なんですけれども、アルトサックスだとですね、ものすごい口が小さくなんですけど、テナーだとそこまでそのエボナイトとの差が感じられないので、コントロールもそこまで難しくないようにこう体が思っちゃうんだと思うんですよね。その結果ですね、ものすごくその、メタルマウスピースを使ってる人が多いっていうのも理由の一つだと思うんですよね。はい、じゃあ次にですね、このエボナイトのね、マウスピース。僕はね、あの、アルトもテナーも同じの使うんですけれども、これバンドーレのジャンボジャバですね。で、さっきのと、さっきのオッドリングですね、と比べてみるんですけれども、その、ちょっと音聞いといてほしいんですけれども、全く違います。もう全く音が違います。いきますよ。っていうことでですね、メタルマッピと比べるとですね、多分その映像を切って音だけ聞くとですね、どっちがメタルかおそらく分かんないと思うんですよ。そのぐらい、その、なんだろうな、この素材、マウスピースの素材なんて全く関係なくてですね、マウスピースっていうのはですね、非常に、その、なんだろうな、他の要素に左右されることが非常に多いんですね。で、この部分を皆さん、おそらくそこまで研究して、マウスピースを選んでる方ってそこまで多くないと思うんですね。なので、僕の本当のおすすめはですね、例えばその、メタルマウスピースだったらメタルマウスピースで、このちゃんとバッフルを確かめる、どのぐらいのバッフルの高さなのかとかですね、もしくはその開きの大きさ、そういったその基本的なマウスピースのその要素、そっちの方にむしろ左右されるはずなので、この素材云々、金属だからエボナイトだからっていうのはですね、ほとんど関係ないんですよね。あと、もちろんその演奏のそのやりやすさにとかですね、コントロールの仕方っていうのもまたそこには関わってくるので、ただ単に安易にその素材で選ぶ、金属で選ぶのか、エボナイトで選ぶのかっていうのも、まあちょっといかがなもんかなと僕は思うのでですね、そこは一人一人のおそらくその研究材料として考えてみるといいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今日はですね、なぜメタルマウスピースをテナーサックスで弾く人が多いのかっていうのを僕なりに分析してですね、で果たしてそれが本当にその人が求めているサウンドになっているのかっていうのをですね、研究というか、検証してみました。で、僕のおすすめは本当にそのいろいろマウスピースってですね、結局いろんなものを試して自分でこう、なんて言うんだろうな、理解していくしか方法がないんですよね。例えばこういう YouTube 見て、ああそうなんだって思ったところで、やっぱり自分で弾いてみないと分かんないじゃないですか。まあだからですね、まあそんなにね、高いもんでもないので、1本2万円とかね、高くても3万円ぐらいでね、買えると思うのでね、いろいろなものを試してみるといいと思います。ちなみに僕はですね、個人的な意見なんですけれども、1本ね、例えば5万、6万、7万、8万とか、10万とか、平気でありますけれども、必要ないんじゃないかな、そんな高いのはって僕は個人的にね、思っちゃってる人間なのでですね、まあまあそれはいいか別に。はい、ということで今日はテナーサックスのことを語ってみました。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。